高知ゴルフクラブは、高知県高知市にあるゴルフ場である。戦前の高知には、種崎という海沿いに9ホールのゴルフ場があった。戦時中に芋畑となり、その後は塩田に使われた後に閉鎖された。戦後、四国で一番早く開場されたゴルフ場は、1954年に開場した高松カントリークラブである。高知ゴルフクラブの開放し 小連寺会場を40周年記念号には、種先でプレーした人はもういないと記録されている。ゴルフ場の建設用地は、高知市内の小連寺地区に計画され、小連寺が近くにある。1957年9月25日、コース設計をマルモの部活に依頼し、コースの造成工事が着工され、1958年7月21日、18、ホール、バー72、 距離6217ヤード、コースレート68.5規模のゴルフ場が開場された。高松カントリークラブに次ぐ2番目に歴史のあるゴルフ場である。高知のゴルフ族は、小レンジは短い岸よいという、高知ゴルフクラブと言わず小レンジゴルフ場という、高知弁を翻訳すると、高知ゴルフクラブは短いからプレイしやすいとなる。18ホールで6217ヤードで、 フロント T どころか長いコースならレディス並みのコースである。1994年大改造が行われたが6252ヤードでわずかに延長しただけである。コース設計のマルモの部活は芝の権威で農学博士であるマルモの設計コースは幼稚条件の悪いコースが多い。コーチゴルフクラブでも打ち上げのホールで飛ばしたボールが斜面を転がり戻ってきて ティの傍らで止まった。とサッポは、ゴルフとはこんなものかと思ったと豪快に言った。郵便番号780-0002高知県、高知市九百945番地鉄道道路。ありがとうございます。